どうもこんばんは、エネムです。今回は超人 X 第21話の考察をしていきます。第20話でキリエの超人梅沢リリカに殺害されたかに思われた東ですが、今回復活しました。まず東の復活ですけど、本当に超人になったのかはまだ怪しいところですね。時代にしろ、エリーにしろ、塩崎にしろ、超人の力を初見で使う瞬間っていつも背景に X のエフェクトがあったんですよ。確定演出みたいな。今回東の復活の際にその X のエフェクトがなかったんですよね。なんでまだ超人化確定とは言い切れず、また別のものかもしれないということです。前回第20話のタイトルムーンビーストですけど、おそらく現時点では東のことを指しているんじゃないかなと思われます。ムーンビーストはクトゥルフ神話における神話生物であり、性格は残虐なサディストで拷問愛好家であり快楽主義者。見た目はヒキガエルのようで、白く油ぎった肌にピンクの触手、皮膚は伸縮自在に形を変えます。今回の復活が東の超人化であると仮定して、ではなぜ超人になれたのか考えていきます。第21話の冒頭では戦闘機、ナイフ、鎧、銃の描写があり、東が戦闘狂であることがわかります。単行本第1巻の解説では、悪い人間の退治が彼の日課であると書かれていました。第1話ではジョニーの腕を蹴り折っていましたね。時をもうやりすぎと言っていました。超人は自分にふさわしい姿と力を授かる。東が快楽主義者のムーンビーストになるのもわかりますが、時男と注射を打ち合った時、なぜ東だけ超人になれなかったのでしょうか。それは東がすでになりたい姿に慣れていたからではないかと考えています。義を見てせざるは言うなきなりという父の教えの通り、東は人前で常に強く正しくあろうとしています。第19話の冒頭では数々の賞状やトロフィーを睨む東が描かれており、強さに執着していることがわかります。第1話の時点では自分が理想とする姿にすでに慣れており、時男は東みたいになりたいと思っていました。なりたい姿に慣れていない時男だけが超人化し、なりたい姿にすでに慣れている東は薬を打ち込まれただけの一旦保留ということではないでしょうか。時代に先を越され置いていかれることへの焦り。第19話では梅沢リリカに立ち向かうという正しくない選択をしてしまいました。ここで今まで東が維持してきた強く正しい自分は完全にいなくなり、なりたい姿へと変わった結果、超人化に成功したのではないでしょうか。あくまで東が本当に超人化していると仮定しての考察でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ブログにはより詳しくまとめていますので、よければ概要欄の URL からご覧ください。